ほんでな、じゃあ、電子技術者、特に情報処理の人たち、うちも友達におったけどな、そういう人たち、まあゲームシステムデザイナーとかも含めてな、プログラミングデザイナーのことな、含めてな、あの人ら算数どころか数学できるやん。うん、できやるな。でも体弱いやろ。だから、魔物になりやすいね、そういう人。やられやすいね。食われやすいね。で、魔物になった時はもう数学なんか使われへんね、またこれが。で、おい、数学や、って。俺の家来になれっていう魔物が現れた時に、運動できへんから、ひとたまりもなく打ち止めされねん、肉体が。でも最後言うこと聞きますってなっても、じゃあ時々来るから俺のために数学を使え。まずゲーム作れ。いやらしい、なーって。そんなあたりから始まるんちゃう？で、絵描けるか可愛い女のって描けたりすんねん。それを動かして、そして思いっきりいやらしいポーズをさせろとかな。いや、それはアニメーションだからええやんけで。それでいいんやって。現実で起きるけどな、アニメーションで。俺の依頼やから、みたいな。いいやろ。スポーツできないやばいってわかったやろ。情報処理の人たちもな。で、日常的にスポーツしてないとやばい。打ち勝って、体なまってたら、結構痛いよ。頑張るけどな、哲学強いから。で、哲学強いから、偉いことになる前に、もうすでに、体動かしに行ってるやん。な、大事なこと何か優先順位はっきりしてるからね、そういう意味では。な。うちがむちゃくちゃになったらみんなむちゃくちゃになるよ。例えば、うちが遊郭におって、んで、遊郭あったな、ここの。もう遊郭じゃないよ。で、いや、ないよ、そんな、あれは。もうないはずや。あったら集まるもん、そんなんが。ないね。一軒ぐらいないかなって。一軒だけしか残ってんちゅうなことは、まあないんちゃう。一軒でも残ってたら、もっとあるはずやからね。抱ける店なり、なんなりな。そんな話してんねんね。まあ、遊郭あったら隠れやすいわな。あるかどうかなんて知らん。どこが窓口かなんて分からへんもん、そんな業界。実はね。うちに窓口ちゃうで言ったけど。ちゅうか、うちが十分エロいやん。この唇とかエロいよ、十分。塗ってへんねんな、もう。で、ちょっとこれ頑張って剃ってるけど、ちょっと残ってんのもいやらしいやろ。杉田水脈のせいやけど。あの人のせいちゃうで、あの人も被害者やから。なんかわからんけど、吉田松陰の、な、親戚が言うだけでな、吉田クオリティ求められて、なんか知らんけど。どこがやろ。そっか、でもあんな感じやったんちゃう、当時も吉田松陰って人。意外と案外。クオリティだけで言えば。ちゃう、だから、レベル冒険者レベル。冒険者レベルで言うとどっちが上やろな、杉田水脈さんと吉田松陰。どうやろ。な、わからんようになってきたやろ。な、わからんようになってきたやろ。な、眠たくなってきたやろ。な、だって、なんか頭の中心になんかベッド置いてあるへん。なんか、うわ、あっこで寝たら気持ちいいんちゃうみたいな。こんな話するつもりじゃなかったけど。運転中の人すみません。な、これリアルタイムちゃうけどな。で、リアルタイムって言ってへんからな。リアルタイムってはっきり言うたよ。で、結局、吹っ飛んじゃうよ、なったっちゃ。この地面だから。で、結局、まあ、うちね、女神やから、いつでも魔女状態解除されてしまうから。その後普通の女やで、可愛い、一般女やで。実はね、主と家だな。外の世界の一般女やから。みんなその中にやってるだけやんか。平凡な女やで。外の世界のうちは。ほんまやで。あんたのせいでこんなに苦労しただけやんか。あんたのせいですごくなったんと言わせたらあかんねん。あんたのせいで苦労してこんなんなっちゃっただけやん。はっきり言ってな。で、それで喜ぶなよ、お前ら。そっちの方が喜ぶなよ。気持ち悪いねそんなんてな。気づかんのが未熟やねん。人間として。で、スポーツも弱い奴ら。で、人格も未熟。で、ただ頭脳だけはなんか、人を、しのぐものがある。これやばいやろ、それ。な。例えば NTT の社長とかラグビー部やで、ね。もともと学生時代は。な。あの人もすごい、電子オタクやろうけど、今はな。だからちゃんと体鍛えて、
あの業界に飛び込んだんねんから、そういったら強いよな、社長に なるまで体持つわな。ね、だから、その、電産系の人は気をつけなきゃの、体鍛えてないともう無理。会社でもね、そのシステム管理部みたいなとこ、システム情報部みたいなとこはね、ほんまにスポーツまでだと持たへんで、あんなとこ。ほんまに。だって会社のシステムの全部尻拭いせんなきゃ部分やねんから。システム上の。もう手伝わなんか当たり前やし。今でもやで、多分。じゃもう体強いんです。持たへんってあんな業界。あんな世界。な。派遣にやらせたら秘密漏れるし。な。で、まあ、そんなわけで、体鍛えてください。その、情報処理系の人もね。って、指の速さでしょ？それは、だってもう DTM に、打ち込んでるから、DTM が勝手に、演奏するんですよね。やめてな。魔物になりたいんですよって言ってるみたいで、そのセリフ。な？でしょ？ちゅうか、その、なんちゅうの？な？この子の奴隷になりたいって言ってるんだもんやんか、ちょっとなんか色似てるけど。しかもうち猫がおるから、なんか、だん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 、なんか、ヴィーナス像みたいなって。足はまだ大丈夫やけどね。こんな、パンチラ見せてもセクハラやねんね。セクハラ動画やねんね。こんだけ成功なフィギュアの場合な。しょ。ちゃうけど。そっちは演歌的なノリで違った。みたいな。だから、じゃあ、その、電子技術者、定期的にスポーツさせなあかんねん。もう人事がそうさせなあかんねん。そしたら、やっかみが入ってな。いや、あいつら、すっごい強え魔術師になっちゃうんじゃねえの、おいて。やっかみ入って。あるあるやろ。な。だから、俺だけ素晴らしくなろう、なんて思ったら、どっかで、あいつらだけなんか最強の魔術師になるらしいで、って。だ、めんどくさい世界と思ったらあかんねん。そんなもんやんか。なんで人に死のうとするんよ。その人に死のうとする心こそが、例えば五行循環みたいな心やねんで。よーし、優れてやれ。気の力で。木に特化したんで、木から温泉をな。で、周辺動物になっていくね。獣人になる。その前に獣人になるけどな。特化するな。特化せんと人にしのがれへんやろうけど。人をしのがれへんやろうけど。だから、そう、人をしのいだらバランス取りなさいよ。一歩目二歩目ってそういうことでしょ？ね？その、しのがん、買った方のことを知ってなかった。まあ、フォローって言い方もあるけど。ね？で、自分の行動のフォローは、自分の一歩目のベクトルの反対方面にあるわな。きっと。同じ方向にあるんだよ。な？それか、これ、ドスコイドスコイやんか。それフォローって言わんし。それを受けてる相手が、もうフォローの風が出ないやん。アゲインストや。な、分かってきた？